はい、実況させていただいております、シャロックマンです。よろしくお願いします。スーパージェビウスですね。ガンプの謎。これアーケード版ですね。アーケード版のスーパージェビウスあるの知らなかったね、これ。やってみましょうか。あら。なんていうのか、あれやね。いきなり始まる感じやったね、今。なんか、なんていうのかな。オープニングデモじゃないわ。イントロみたいなの流れなかったね。いきなり始まった感じやった。アーケード版は、イントロがないんや。ダーン、デカ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 
死んだら流れんのか。そこはテラクレスタ仕様やね。ああ、むずい。最後や。まあまあまあね。ほぼでもゲーム的にはファミコン版と同じような感じにしか見えないですけどね。うお、怖っ。ああ、むずい。早っ。もうゲームオーバーや。いきなり始まるんや、1期目は。まあ、ほぼでもファミコン版のスーパーゼビウスと同じですよね。ほとんど同じですよ。だからほぼ完全食ってことですね、ファミコン版は。怖っ。これどっか空に入るんですよね。空に入ったら次の画面にワープして、次の面に進めるっていう。ああ。その入るまではずっとエンドレスで同じとこが続くというね。スーパーゼビウスは意味不明の謎解きがいっぱいありますからね。前ファミコン版のスーパーゼビウスやりましたけどね、前一回。やったことありましたけどね。これは、とにかく空に入ってみるしかないってことや。あれ？ここじゃ、あ、入った入った。これで進んだよ。これで次の面ですね。でも見えないもんな、この空の面って。空っていうか、この雲のあれで、四角になってて見えにくづらいんですよね、敵が。いや、アーケード版のスーパーゼビウスあるのは知らなかったね。いや、ファミコンだけのオリジナル作品かと思ってましたからね、スーパーゼビウス自体がね。アーケード版があったんや。この音が気持ちいいですよね。敵倒した時のこのチキチキチキって音は。これね、合体したらちょっと強くなるというか。なんかギャラガみたいですけどね。なんか交尾してるみたいですけどね。飛行機のね。あー危ね。うわー、やられた。四角になってたなー、今タブレットが。はい、ゲームオーバーですね。はい。じゃあ今回はすみません。ちょっと短いですけどね。これで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録お願いいたします。